かわいそうに。今日もポポルさんのところへ。若いと無理をしがちじゃが、時には下がって周囲を見ることも大切じゃぞ。ちょっと手伝ってほしいんだけど、いいかしら？うん、大丈夫だよ。ポポルさんから本棚の整理を頼まれたんだけど、ちょっと数が多いから少し手伝ってほしいのよ。まずはこの本を2階の東側、左から2番目の本棚にお願いね。ここだね。1冊目、終わったよ。ありがとう。次はこの本を1階の南側、右から3番目の本棚にお願いね。ねえ、シロ。なんだ。こう、パーッと一瞬で本をきれいに整理する魔法は使えないの？無理だ。我の偉大なる魔力はそういう矮小な仕事を行うためにあるのではないからな。物事に小さいも大きいもないよ。つべこべ言わずに真面目に働くことだ。ここだ。2冊目も終わったよ。おかげで整理がはかどったわ。ありがとう。今では本も貴重品だから大切にしていかないとね。これはお礼よ。どうしたの、ポポルさん？あ、実はこんな手紙が来たの。気味の悪い手紙だな。誰からの手紙？北の方にある森で神話の森と呼ばれる場所の村長から。神話の森？話好きの明るい人たちばかりで、こんないたずらみたいな手紙を送ってくるような人はいないと思うんだけれど、ちょっと心配だわ。うん、僕が様子を見てくるよ。え、でも僕もちょっと気になってることがあって。そうならいいんだけど。神話の森は北平原の橋を渡って北側にあるわ。村長さんの様子見をお願いね。
アルテルは アルテルアチ北台ウラヌザアルテ
ヨナ、スイカだよ。お兄ちゃん、ありがとう。ヨナの頼みは何でも聞くよ。あと、かぼちゃ、かぼちゃが欲しいの。かぼちゃだね、任せておきなって。代わりなものばかり欲しがるのだな、ヨナは。うん、小さい時からそうだったよ。でもいいんだ、ヨナが欲しがるのなら何だって揃えてやる。大変だな、兄というのも。大変なんかじゃないさ、ヨナの笑顔が見れるんだから。とうとうこの村には国の妙だ。いらっしゃ。またか。ヨナ、ほら、かぼちゃだよ。いつもありがとう、お兄ちゃん。ところでヨナ、珍しくいっぱい食べるんだな。ううん、私が食べるんじゃないよ。ヨナ？お待たせ、お兄ちゃん。これ、ヨナが作ったの。これ、ケーキ？教えてもらったの。お兄ちゃんに食べてもらいたくてこっそり作ってたの。ヨナ、ありがとう。さ、召し上がれ。うん、あ、うん、うん、すごく美味しいよ。お兄ちゃん、お仕事いっぱいで忙しいから、栄養のあるものを食べてもらいたかったの。そうか、すごく嬉しい。美味しいよ、ヨナ。やったー、いっぱい作ったからたくさんおかわりしてね。兄は大変だな。そうだね。Thank you.
なんだか静かな村だね。陰気な村だ。どうせろくでもないことが起こるんだろう。シロはもうちょっと言葉に気をつけようよ。に聞くのが良いであろう。あなたたちは。僕たちこの村に異変が起こったって聞いてやってきました。私と会話できているということは、あなた方を夢に巻き込んでしまったようですね。夢？僕たち死の夢にかかってしまったってこと？そんなバカな。いつどうやって。我は眠った自覚などないぞ。死の夢はそういう病気ですから。流すな。夢に入るきっかけがあったはずです。適当に会話していて悪かったな。害したようにではなく害しておるのだ。はっきりと知っておるわ。我のことはもう放っておけ。Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。これでやっと普通の暮らしに戻れます。しかし奇妙な病気であるな。ええ、できれば他の村民も助けてやりたいんですが。結構簡単に封印されし言葉が手に入ったね。ちょっと簡単すぎやしないか。なんだかこの村にも誘導されてきたような。考えすぎだよ、シロ。この人も夢を見てるのかな。おそらくはそうであろう。あの文字だらけの世界か。不満を垂れている暇があればとっとと片付けるぞ。はーい。
この人も…おそらく…あの…ふっ…あ…この人おあのふはあ、おあの、はあ、
この…お…あの…不満…はあ…あの…はあ…こやつも同じ。白は本なのに文字。何事にも例外はある。まだ遠いのかな。盾どれだけ大きいんだろう。あるいはただの幻か。Da, da, da, da.
なんだか大変だったね。あの景色どこかで見たような。もう勘弁してよ。
助けていただきありがとうございました。どこかで見たことがあるような不思議な夢だったな。このあの不満を垂れている暇がある。はい、何か言うことある？次は迷路は勘弁してもらいたいな。まったくだね。これでもう村人たちが夢から覚めるんだよね。村長の言っていたことが本当ならそうなるな。やれやれだ。もうこういう言葉遊びは勘弁願いたいな。まあまあ、とりあえず村長さんに一言挨拶していこうよ。助けてくれてありがとう。もうあんな夢見たくないね。ああ、皆さんどうもありがとうございました。心ばかりのお礼です。こんな高価そうなものもらっていいんですか？もちろんです。名のある品らしいのですが、戦いのないこの村には必要のないものですから。ではありがたくいただきます。本当にありがとうございました。Thank you.